じゃあ続いて山内さん、山内さん行こう。森くんにやってほしいシチュエーションありますか？なんかドライブしてて、うん、めっちゃ渋滞してるんですよ、うん、すごい混んでるんだけど、イライラしずに、でもやっぱもうハンドルももう持つ必要ないじゃないですか。おうおうおう、止まってるからね。だからハンドルから手を離して、ね、その前のところにこうやって手ついて、なるほど、今日も可愛いねっていう感じ。なるほどなるほど、わかりました。森くんちょっとお願いしていいですか？承知しました。かっこええな。じゃあその車で渋滞するときに車の中の2人の会話会話と場所。では森くんお願いします。わあすごい、もう80キロも渋滞してるって。すごい渋滞だな。ねえ、もうほんと首都高っていつも混んでるよね。ほんとだよ、目回っちゃった、ね、車なかなか透明入れないよ。本当だよ。早くサービスエリア行ってね、あのパンケーキ食べたいよね。パンケーキ食べていいの？うん、高くない？いや、まあそうだね。僕も社会人になるから。ちょっと待って前振りが長いよ。長いし全然渋滞しないの。まず80キロは長すぎる。渋滞のどこに向かってるの？ハンドルも動かしてるし、ずっと押してるもんね、一緒だったらもう。ちょっともう、ガガガガガちょっとちゃんともう前振りええから。長いね、もう。もう一個も乗らなくていい。すぐでいいよ。すぐでいい。すぐでいいから。パーキングでパンケーキなかなかないみたいな。なかなかないって。そっからは空気つくやん、空気つく。今流行ってるけど。すぐもう何かね、空気感を感じて告白する方が、もうなんかもう渋滞して1時間ぐらい止まった状態。止まった状態。そっから渋滞し始めた。もうこっからでいいと思うで。こっからでいいと思うで。もう頼むわ。お願いします。もう一回仕切り直してください。よーい、スタート。すごい渋滞だね。すごい渋滞だね。本当に。ちょっともう一回言って。渋滞してないだもん。車乗ったことある？いやもう止まってるからもう話していいんだ。あ、そうだ。いやこれやったらもうずっともう車押してることになるから、車と車が。森くんの中で徐行で動いてるしてな。ちょっと止まっておけばいいですか？ちょっと止まってて、どん渋滞でいいと思う。これにつなげるために。もうそれやったら僕最初これでいいと思う。こうやってハンドル持ったままなんとかかんとかやなって言われて、こうでいいと思う。動いてんねん、森くんなら。ちょっとずつ動いてって。いやちょっとずつ動いてたらこれさあかんやん。あ、ちょっと僕の中で渋滞なんで、ちょっとクリープかなと思って。クリープね。あ、止まってる状態ね。もう止まっててくださいね。お願いします。よーい、スタート。すごい渋滞、先が見えないよ。全然つかないね。もう疲れちゃった。疲れた？実はさ、車降りたら言おうと思ったんだけどさ、好きなんだよね、付き合ってください。え、付き合ってなかったっけ？いや、そうだね。そうなるよ。痛い あれ好きやで、好きやでって、なんかさ、好きっていう気持ちを言うん違ったっけ？あ、好きだけで。じゃあ、かわいいね。かわいいとか、まあまあまあ、かわいい。キュンとしました。でもすごくキュンとしました。もう戻ってきて十分もう十分でやった。もう腹が入るわ。どうしたいの、まず告白するときかなと。いや面白い。なるほどね。あ、まあ、なるほど。森くんの中でそういう感じになってんね。俺あと10分見えるわね。え、まあ、ちょっとね。いや面白かった。いや、よかったよかった、キュンとしました。2人キュンとしました。セリフ違ったけど、すごくキュンとしました。そうですね。いや、森くん面白いわ。楽しかったわ。森くん、すいませんね、なんかいろいろ無理がありました。いや、もうすいません。もうありがとうございました。貴重な体験できました。とんでもございません。ありがとうございます。ということで、以上、女子のモテ仕草探検隊でございました。さあ、次のコーナーはこちら。まさとくんお願いします。はい、じゃあいきますよ。ビューティーパークサロン探検隊。さあ、このコーナー、僕たちレギュラーがビューティーパークさんに掲載されているサロンにこっそりお邪魔して、どういうお店なのか探検するコーナーでございます。今回も行ってまいりましたので見てもらいましょう。じゃあ、これは V フリーは、
森君に森君してもらいましょうか、はい、お願いします。あ、 VTR スタートぐらいで、はい、VTR スタート。